バレンツ島の1ドル首都湾の警官フランス半島の主領小屋と北極熊バレンツ島は、ノルウェーのスバールバル諸島にある無人島である。スピッツベルゲン島とエッジ島に挟まれており、面積は1288平方キロメートルで、スバールバル諸島で4番目に大きい。島の名は、オランダ人探検家、ミレム・バレンツにちなむが、彼自身はこの島を目にしていない。 北西側スピッツベルゲン島との間には、キューケンタル島が、南西側エジ島との間には、フリーマン海峡がある。キューケンタル島のスピッツベルゲン島側は、ヘレー海峡、バレンツ島側をオームホルットといい、どちらも非常に潮流が速い。垂直に切り立ったドレライトの中上設備が特徴的である。最高点は、東部のシュワインフルト山であり、一帯は、 面積5 5 8平方メートルに及ぶバレンツゴーリボウが覆っている。バレンツゴーリボウにはヘンリック・インプセムのペール・ギュントにちなんだ名称のついた場所がいくつかある。4つの氷河に分かれて海へ注いでおり、中でもフリーマン氷河は1956年にフリーマン海峡に突発的に流入して注目を集めた。17世紀末の地図にバレンツ島に相当する。 海岸線が描かれているが、長い間スピッツベルゲン島から突き出た半島だと考えられていた。1858年にノルウェー人狩猟者によって海峡が発見され、島であることが分かった。エッジ島とともに北極グマの繁殖地として重要であり、1973年に南東スバールバル自然保護区に指定された。他に、 トナカイが450頭ほど生息しているほか、北極ギツネもたくさんいる。三つ指カモメは、南東スバールバル自然保護区の代表的な海鳥であり、バレンツ島にも大規模な栄装地がある。他に、カオジロガン、シロカモメ、ハジロウミバト、アビなどがいる。バレンツ島北部に、北極イワナのいる湖があるが、釣りは禁止されている。ありがとうございます。